リンソン・マシフは南極大陸最高峰の山。標高は2004年の GPS 測定で4892メートルに海底。それ以前は4897メートルであった。南極半島の付け根付近にある。1966年12月17日、アメリカアルパイン協会とナショナルジオグラフィック協会の協力を得た。 ニコラス・クリンチをはじめとするアメリカのグループが初登頂に成功した。日本語表記ではかつてはビンソン・マッシーフと表記されていた。衛星画像周辺の地図ビンソン・マッシーフは巨大な山海であり、長さ2 1トル幅1 3トルでエルスワース山脈のセンチネルレンジにある。南極半島の付け根近くのロンネナ氷を見下ろすことができ。 南極点まで約1 2 0 0トル程度の位置にある。2006年11月1日、アメリカ合衆国の南極地名諮問委員会は、マウント・ビンソンとビンソン・マシフは別の存在であると、言明した。マウント・ビンソンは南極大陸の最高峰で、高さは4 8 9 2ルビンソン・マシフの頂上にある高原の北部にあり、 センチネルレンジの主脈の南部にある。初登頂は1966年で2001年の探検では初めて東側ルートから登頂された。その時同時に GPS で頂上の標高が測定された。2010年2月の時点で約1400人がマウントビンソンの頂上に着いたと見積もられている。野口健は自身のブログで ビンソン・マシフの印象を、なだらかな、真っ白い頂きに、女性的な、優しさすら感じたと述べている。何年もかけて、ビンソン・マシフの頂上に降り積もった、限られた量の雪が固められ、氷河を形成する氷になる。これらの氷河は地形に従って山海にある谷へ、流れ落ちていく。最上部の氷河は、マウント・ビンソンの北面のヤコブセンバレーを占めていて、 西のブランズカム氷河と東のクロスウェル氷河へ分流していく。クロスウェル氷河はエレミ氷河を経由してラッドファードアイスストリームへ流れ込む。暫定的にビンソンという名前で知られていた。高山は西南極のこの近辺にあるのではないかと長い間考えられていたが発見はされていなかった。 バード基地から飛び立ったアメリカ海軍の航空機によって1958年に1月に発見された。1961年に US 和艦は南極探検を支援したジョージア州の会議員カール・ビンソンにちなんでこの3階をビンソン・マシフと命名した。ビンソン・マシフの最初の測量は1959年に行われ、標高は5140メートルとされた。 1963年に、チャールズ・ホリスターとサミュエル・ C ・シルバースタインの率いる、当時ニューヨークにあった、アメリカ・アルパイン協会と、シアトルのピーター・シャニング率いるグループが、アメリカ国立科学財団に対し、マウント・ビンソン党長の探検を支援するよう、ロビーングを始めた。この2グループは、アメリカ国立科学財団と、アメリカ・アルパイン協会の後押しを受けて1966年の、 春に合併し、アメリカアルパイン協会により探検隊のリーダーとして、ニコラス・クリンチが採用された。公式的には、アメリカン・アンタークティック・マウンテニア・リング・エクスペディション1966、67と命名され、探検隊のスポンサーは、アメリカアルパイン協会とナショナルジオグラフィック協会であり、現地では、 アメリカ海軍とアメリカ国立科学財団のアンタークティックプログラムスが支援した。10人の科学者と登山家がアーメ1966、67に参加した。1966年12月、アメリカ海軍は探検隊と彼らの物資をニュージーランドのクライストチャーチからマクマード湾にあるアメリカの基地まで輸送し、そこからスキー装備の C-130 で センチネルレンジまで輸送した。探検隊全員が登場した。第1弾は4名で、1966年12月18日に登場し、第2弾は4名で12月19日登場し、そして最後には3名が12月20日登場した。2006年8月16日、オメガファンデーションのダミエン・ミルディの推薦により、US アカはマウント・ビンソンの南にある、 中属的な頂に、アーメ1966、67のメンバーの名前を付けることを認めた。ギャビン・バテがマウント・ビンソンに登る様子。2000年、ビンソンに登るのは、南極を普通に旅することよりも、技術的にやや難しい。また、7大陸最高峰の一つとして資金が潤沢な、登山家の注目を集めている。 多様なガイドを引き連れて、マウントビンソンに登るには、チリから南極へ渡る料金も含めて、典型的には一人当たり3万ドルかかる。ブランズカム氷河から西側を登って登頂するのが、かつては圧倒的多数であった一方で、ノバというテレビ番組の講演による8人、組チームにより2001年1月に初めて、東側からの登頂に成功した。メンバーは、以下の通り、 このチームは初めて東側からの登場を達成しただけでなく、積雪量を標高別に科学調査した上に、さらに GPS で初めて頂上の標高を計測した。GPS の計測により、南極大陸最高地点の標高は16,077フィートであると判明し、それ以前にの1959年から1979年までに、 見積もられていた標高は光を奪われてしまった。もう一つの初成功があり、それは、マウント・ビンソンの東側の斜面、デター氷河の上流にツインウォッターによって、初めて着陸成功したことである。ノガは作品を、マウンテン・オブ・アイスと名付け、PBS で2003年2月に初放送した。ありがとうございます。